良い夜だな。フィー、単刀直入に言おう。この勝負、私が勝ったらそなたの過去を教えてほしい。最初はそなたの強さに納得できぬものを感じていた。そなたが力を抑えていたのは最初から分かっていたからな。そしてその体格で、その練度、私の部の常識からはあまりにもかけ離れすぎていた。だろうね。そして良平という存在、そのあり方にも正直良い感情は持っていなかった。騎士を正道とするならば、良平はいわば邪道。己の価値観に反しているゆえ、心を合わせられないのだと思った。だがそれは勘違いだった。エリオットの話を聞いて、私は自分の心に問いかけてみた。気負うことなくありのままの自分を見極めようとしてみたのだ。そうすると一つ気づいたことがあった。数ヶ月共に過ごして、私がそなたを信頼できる人物だととっくの昔に知っていたことを、価値観とは関係なく心がそう判断していたことを。だが私の頭の固さと固くなさがそれを見えなくし続けていた。心ではそなたを認めているのに、頭で合わないと思い込んでいたのだ。おそらくその矛盾こそアークスで心を合わせられなかった原因だろう。壁があると思い込んでいたのは私も同じ。ラウラはいつもまっすぐだから、私を受け入れられないって心のどこかでちょっと諦めていた。そうか。でもどうして私の過去が知りたいのはなぜ？それを知ることがラウラにとって何の意味があるの？決まっているだろう。私がそなたを好きだからだ。何を？以前リンに絡んでしまった時もそうだったが、どうも私は見込んだ相手や気に入ってしまった相手のことは理解できないと気が済まないらしい。そなたの過去、そなたがそうある経緯の一端を知りたい。だからこれはただのわがままだ。それ以上でもそれ以下でもない。やっぱりラウラはすごいな。いいよ、教えても。でも報酬は自分の手で掴み取るのが良平の流儀。それでいい？よかろう。だが報酬のつもりはない。勝利の功しとさせてもらおう。上等。君たち、もう十分気が合ってるだろうが。立ち会いは引き受けた。危険だと判断したら止めるから、全力でやり合うといい。ああ、感謝。始め。排除する。ほいっと。やるな。そっちこそ。ならばこちらも父に教わった奥義を持って答えさせてもらおう。私も団長に教わったとっておきの戦技を見せる。そこまで。これはなあリン、どっちの勝ちなんだ？立ち合いを引き受けたのに申し訳ないんだが、引き分けとしか言えないな。そうかまあ仕方あるまい。いずれ精進の暁にでも取っておくとしよう。そなたともいずれ決着をつけたいところだしな。で、なんで俺までまったく。私の負け。夜間戦闘は傭兵のお箱、フラッシュまで使ったのに決着をつけられなかった。昼間だったら負けてた。それはまあ多分そうだろうな。そうなのか。分かった。勝利を受け入れよう。うん。俺たちは席を外すか。私は別に。ラウラ、いい？そうだな。一緒に聞かせてもらおう。分かった。私が前にいたのは西風の旅団というところだった。気づいた時には戦場にいた。どこかの国のどこかの辺境にある名前も知らない紛争地帯。いくつもの傭兵団がミラ目当てで誰かの欲望を叶えるために戦うその地で、私はたった一人さまよっていた。私を拾ったのは傭兵王。西風の旅団という割と有名な傭兵団のリーダーだった。ひょうひょうとしてるけど抜け目なくて、しぶとさとずる賢さと悪運だけは飛び抜けていたおじさん。でも私にとっては育ててくれた親と同じだった。隊員は変わった人ばかりだったけど、みんな私を可愛がってくれた。そのうち掃除とか食事当番とか荷物運びとかを手伝うようになって、空いた時間に戦場で生き延びるいろいろな技術を教わるようになっていた。いくつかの偶然の結果、私は10歳で実戦を経験して、渋る団長をみんなが説得する形で私は西風の旅団の一員となった。それから数年が過ぎて、私はシルフィードなんて呼ばれるようになっていた。団のみんなと一緒に大陸のあちこちを回って、辛いことや危ないこともあったけど生き延びてみんなと一緒にいた。去年団長がいなくなるまでは。赤い星座、大陸西部で西風の旅団と双璧と言われる両兵団、団長の東進という人とうち、そして両兵王と東進はとうとう一騎打ちをすることになって、3日三晩死闘を繰り広げて最後に相打ちになった。そして団長がいなくなった後、残されたみんなはどこかにいなくなってしまった。ただ私だけを残して。で行かせてもらうぞ。こうなったら任せて。行くよ。チャンスラウダ決めるよ。任せるがよい。そこだ。これならどうだ。私の番だな。そこだ。ちょっとピンチかな。行くよ。シルフィードダンス。上がり。なんで僕が。我が渾身の一撃食らうがよい。おい、後陣なんだ。さすがだな。その程度か。精進するがよい。精進あるのみだ。ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。任せてくれ。行くぞ。私の番だね。任せてくれ。